湾岸に勝者はいない。ただ去る者と残る者のどちらか。茂木で本当の勝者が明らかになる。すげえ加速するよ本当この車。おい、火吹いてるぞお前大輔。お前やる気満々やないですよ。ツインリンク茂木オーバル3ラップスバトル。畜生、一泡吹かしてやる。逃げる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 。馬力で一番不利な S30Z を先頭にバトルスタート。ストレートで930ターボが馬力を生かし抜きにかかるが、 S30Z もアウトで踏ん張る。怖い。 Z30 頑張れ。フロントが逃げてるけど頑張れ頑張れ頑張れ。第一ターンはトップを死守したドリドリだが、再び大輔が襲いかかる。あれあれ早っ。テスタロスの11が突然スローダウン。何やこれ。コーナリングの横 G でミッションマウントがずれてシフトが抜けない。テスタロスはリタイア。勝負はこの2台に絞られた。テスタが来ない。11君が来ない。あえー、バトルは2ラップ目に突入。930ターボはウォームアップ中にタイヤトレッドの剥離が発生。予備タイヤを装着し、コーナーは様子を見ながらの走行。その7秒後方に S30Z のドリドリ。180。お、なんか Z にだんだん慣れてきたぞ。ちょっとフロントがリフト気味だぞ。怖いぞ。やはりパワー差がものを言う。スーパースピードウェイでのバトル、大輔がぶっちぎりで最終コーナーへ。対決を制したのは930ターボ。ブラックバード貫禄の勝利。いい感じこんな感じね。とてもブラックバードにはかないませんけれどもね。もうなんか慣れてきたよ Z30。 秋尾に惹かれ、次第にスピードの魔力に見せられていくレイナが狩るのは国産最強ターボマシン R32GTR。 GTR は1989年、驚愕のメガを満載し16年ぶりに復活。サニーとはどんな車なのか。悪いいじり方しちゃうと悪い答えが出るし、いいいじり方してあげるといい答えが出やる。それが分かりやすいっていうのかな。なんかバランスの悪いところが正直言ってあるんで、それを自分の好みに変えていくっていうのがサニーなのかな。レイナ GTR を想定し持ち込まれたのは B レーシング R32。 原作と同じく最高速を闇雲に追求するのではなく、中速域での扱いやすさを狙い小型の GT-SS タービンをチョイス。誰もが安心して踏めるマシンに仕上がっている。伝説の最高速ランナー相澤浩一を父に持つ K が狩るのはビッグシングルタービンを装着し、最大800馬力を発生するモンスタースープラ。現在でも最高速ステージにおける戦闘力は随一と言われる JZA80 スープラ。その理由はまずね、そのエンジンパワーが出しやすいと。でそれとあと連達のミッションですね。ミッションとデブっていうのが普通はギア比ですごく困るんですよ。
その例えば7000回転で340キロっていう計算がスープラノーマルでもできるんですよ。であと回転数が7200回れば数字上は340で、まあ他のスカイラインに関してもそういう車ってなかなかないですから、そういった点とあと空力的なものですごく有利だと。持ち込まれたマシンはターボチューニングの U エスプリが仕上げた JZA80 ビッグシング GT3540 を装着し600馬力を発生する。前川氏が惚れ込むスープラはどんな走りを見せてくれるのか。ファーストバトルを制した930ターボと国産ターボ勢との激突。 GTR はドリドリ、スープラはジュイチが担当。第2バトルはなんとさらに速いです。ポルシェターボに対して今度は450馬力の E レーシングの R32GTR、 そしてエスプリの600馬力スープラが登場します。もうモノ湾岸ミッドナイト、仁義なき戦い始まります。本当に速いやつは誰なのか。最高速ナンバーワンをかけた戦いが今始まる。なんかこのバトル前のこの嫌な雰囲気はなんじゃろかい。これどうなんだろうな。ストレートはスープラが結構速いからな。ツインリンクモテギスリーラックスバトル。君下がりなさい、下がりなさい。君大丈夫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 。何もそういう狭いこと言わないのよ。一番おいしいターボのところまで。あ、大輔早い。930ターボの大輔を先頭にバトルスタート。早速ジュイチが仕掛ける。サイドバイサイドで1コーナーへ進入。どっちだ。エスプリスープラが GTR をパス。さらに前を行く大輔をロックオン。なんと930ターボが600馬力スープラを直線で引き離す。ドリドリ GTR はストレートで遅れを取る。コーナーは負けない負けない、 GTR 負けない。直線バカッパへの大輔930をコーナーで追い詰める11。2台が並んで立ち上がってストレート勝負。どっちだ。エスプリスープラがトップへ浮上。 GTR のコーナーが早い。まだまだ諦めないドリドリ、コーナーは踏みっぱだ。あ、直線早い。コーナーはなんとか詰められるんだけどな。セカンドバトルはハイレベルな戦い。11スープラはナスカー最高峰ウィンストンカップ車両のわずか2秒内の驚異的なタイムで周回。エスプリスープラの最高速は250キロ。そこからアクセルオフだけで第一ターンへ進入。こんなステージ湾岸でもありえない。跳ねる跳ねる。いやなんかね、もうハンドル切れないんだよこれ以上。危なくてムカつく。てかこれ超速いよ。これ飛び込み200キロオーバーで今旋回速度190キロだからね。怖いよ。速さでは劣るが B レーシング R32 は乗りやすそう。第4ターンを無事立ち上がってエスプリスープラがトップチェッカー。930ターボも大健闘の2位フィニッシュ。終わったね。
終わってこんなにホッとするのはなんかレース以上かもしれない。やっぱり600馬力やな。やっぱパワーだね。湾岸ミッドナイトはパワーですよ。あー終わった。あー終わった終わった。無事。めっちゃもう気づかれした。このね、っていうかね、この湾岸ミッドナイトは体に良くない、心臓に良くない、うんね、あの普通のサーキットでバトルしてる方がまだいい、うん、おかしいよ、ほんまこの企画はおかしい。何気にこれ速くない？いや、ストレート、めちゃめちゃストレート速いですもん。でさ、俺はやっぱりあの B レーシングの450馬力あんだよ、とりあえず、うんうん、それも、あれって置いてかれちゃって、ストレートで、うん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 、で、俺の先は見えなくなったんだけど、この2台はどうなったの一体。これ600馬力だ。ストレートはね、やっぱりね、ポリシェなんか速いんですよね。こっちのね、やっぱりターボを活かして、そのトルクでブーってこう、最後リミッター当たるところまではいい。これのターボ。ターボ。あ、そう。やっぱ今回は、うん、普通の Z、はい、まあ、28回の3リッター、うん、これね、うん、はい。これはね、次は、うん、我が編集部としては、うん、ね、漫画と同じ。まさか。ツインターボ。作っちゃう。作っちゃうっすか。これはね、おそらく。1000万かかるね。キャブ車のツインターボン、うん、はぁ、どうなんや、操縦するの大変なことになりますよ。そんなパワーが大変なつけたら、ね、ということで、はい、ランガンミッドナイト、現実はこうでした、うん、それは車をこよなく愛し、車に愛されたものだけが分かり合える瞬間。速度がね、本当に300オーバーとかの世界で勝負したりするんで、まあ、お互い、ね、そういう領域じゃないとこ うまくバトルもできなかったし、非常に過酷でしたね。今ある車は知れてるわけじゃないですか、で無理すれば良くなるのは分かってる話だけど、寿命の短いものになるわけじゃないですか。に魅力を感じるかどうかっていうと、僕らか的に言うともうつまらない領域。なんか新しい素材があってね、みんなで遊ぼうぜっていうスタート地点でもあればやってみたいなと思いますけどね。この全て自分の感覚で、もうちょっとのミスも許されないというか、そういう感じがいいというか、もう全てが自分で操る、それがもう魅力じゃないですかね。実際本当に360キロが車って、極端にベアリングを割りピン1個でね、命支えたりする部分があるんで、そういう形では自分たちの整備するっていう、車をメンテする上ではやっぱり普通よりも命がかかっているというのはもう認識を持ってやらないと。だから男のおもちゃなんですよね、最終的には。サーキットで汗をかくのとはまた違う汗のかき方ができるっていうことですよね。その横地に汗をかくんじゃなくて、いろんな恐怖が自分の中でこう渦巻いている中で、それをその克服して加速していくっていうのが、やっぱり最高速の魅力じゃないかなと。自分の持っている車が限界を知りたい。限界っていうと、やはりアクセルを全開に踏んで何キロ出るっていう、その面白さ、結局はやり始めた時からもう仕事ですよね。自分らのやってることのその答えですね。